ああ痛い、ひー無理があるよ、俺は。お疲れ様です。お疲れ様です。今、対比場にいるわけですけれども、はい、ちょっと見てほしいものがあるんですよね。何？ヤギの糞。ヤギの糞はもちろんなんですけど、でん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 でで、これ何？これは UDO ウド。アドみたいに言うなよっていう。はい、というわけで、どういうわけだかね、なんか堆肥場にもウドが生え始めてきましたよと。今まで生えてなかったのにどうして？私が考えた仮説によると、はい、以前ボーボーになってしまって、まだウドともよく分かってなかったあの時代、はい、あの時にあのウドを取りました。そしてこの堆肥場に投げ込みました。でカレカレだと思ってたんだけど、多分俺らの想像以上にウドの生命力ってきっと強くて、また生えてきたっていう説がね、濃厚じゃないかなと思うんですが、本当しっかり生えてんだよね。これを食うってこと？違うんですよ。まあ食べるのはもちろんいいんですけどね。これ意外と、まあもしかしたらこの堆肥場だからさ、かなり栄養があるあれだったのかもしれないけど、ね。でもあんなカリカリのさ、ここに適当にポンってやっといたのがこう育ったわけじゃん。ってことは意外とこれって増やせるんじゃないかなと思いまして。まあ廃墟ではもうでもすでにあそこでいっぱい取れるじゃないですか。で前収穫しておばあちゃんにもウド食べてもらったじゃんね。そしたら美味しいと好評だったわけですよ。そこで私いとこひらめきました。このウドをおばあちゃんの畑に植えれば、おばあちゃんの畑でもウドが収穫できるようになるんじゃないかと。なるほどね、はい、ということで、今回はウドの移植をちょっと試みようと思います。ウドの移動ってこと？そうです、ウド移動です。な、土じゃないから意外とシュルンっていけない。そんな簡単にはいけない。さすがに。まあこれは堆肥場の強みってことだよね。こうやってなるんだ。うん、ほんと白い部分多いじゃん、やっぱこういうことだったんだ。これを要は、うん、もみ殻とかでこうやると収穫の時は、うん、こう今みたいに取りやすくて白い部分がこう美味しいところがね、皮も怖くなくなるから。うわ、それ食う、そういう原理だ。まあ、ちょっと、うん、ソラロゼの糞尿のわらんから生えてるので、うん、ちょっと気持ち的にそうだね、ちょっと空気にはならないから、うん、まあそのためにもこう移植して、そうだね、そこで家でこうしっかり取れ、うん、増えてくれればですか。うん、じゃあどんどん引っこ抜いていくか。うわ、これとか美味しそう。いや普通に美味しそうじゃん。だって白い部分ほんと多いじゃん。まあ俺は風味そこまで得意じゃなかったけど、でも酢味噌のあれと葉っぱは結構美味しかったから。ほら、え、すげえ、ほんとネギみたいに根っこは取れなかった。かなり白い部分長い、うん、すごい。じゃあ日光から隠せれれば何でもいいんだ多分、うん、わらとかでもいいんだ。いいらいいら、抜きやすいしね、うん、あ、ダメだ、難しい。あんなカラッカラだったのにな。ダメだ、折れちゃう。一個目奇跡だったってこと？え、でもほら、綺麗に来たよ。場所による。ああ、そういうことか。こうやって掘っとったら、カブトムシの幼虫がゴロって出て。また折れた。これも折れた。まあでも、来年からこっからでも収穫できるってこと。あ、やべ、俺も折れた。難しいぞ、これ。本当だね。想像以上に。で掘ったのに、掘ったはずなのにちぎれてるんだ。思ったよりこう深くにあるんだよ。あ、そういうこと。あ、でも、まあ、実際そんだけ本当だって白い部分長いもんね。まあ増えてくんじゃないの。そうはいえ、頼むよ、頑張って。頑張
なんだかんだ言うんだよ、口だけじゃないんだよ。まあね。いいよいいよ、盛り上がってる。今度来たでしょ。一人芝居はやめてよ。これだって想像以上に深いよ。これ想像の倍深い。本当に、ま、ここでこう持ってん、運がいいねー。いやだってほら、これこんなたまたまこれだけ。さすがにね。こんなスムーズにいくと思わなかったけど。あ、でもやっぱほら、あの枯れたと思ってたあのほくら生えてきてんだよ、この。あ、本当だ。ねえ、ほらほらほら。やっぱそうでしたね、これ。目分かりますかね、この以前放り投げたこの、ほんと枯れてると思ってた、こっから新しく生えてきてますね。なんか盆栽の木みたいだね。枯れとってもこうちゃんと生えてくるって、かなり生命力がある。これもいいよ、いい植えるあれになる、なってるね。ゾンビ植え、ゾンビ植えだ。ほんとだね。やっぱさあ、果たして今度こそ。あ、もうこれも来たわ。来た？頼むよ。さすがに、さすがにね。もうこれ横から入れたから。あ、それはじゃあ間違いない、うん、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ほら、おお、素晴らしい。ほんとだ。うどうど能で移動させるけど、家に井戸がないけどどうする？水やりとかは。もう一回言って。ウドを土のうに入れて移動させるけど、家には井戸がないからどうする？水やりは。えらい、うまくなった言葉を。まとめたね、早口言葉だった。ウドがうまく取れるかわからなくてドキドキしちゃうけど、ウッドチップをグッ、よし、入れよう。まあ、根っこが生きてりゃいいから。うん、この堆肥状で生えたウドと、うん、おばあちゃん家で生えたウドを対比して食べ比べてる。うまい。いとこは今日は全く思いつかないね。頭が硬い日かな。うわ、どういうこと。やった。あー、痛い日。無理があるよ、俺は。やばー。まあ、今日はいとこの敗退日っていうことですよ。これはかりゃ乾杯だ。よし、じゃあこれを持ち帰ろう、おばあちゃんちの畑。 うん、その前に、前さ、それこそこうやって白いのが長くなるために、うん、あの、なんかやったじゃん、うん、フットチップ、あれだけちょっと様子見に見てるか。そうだね、どんなもんなのか。あれ、こんな芽出とったっけ。出てない。え、これも、ことは、この一番長いのはさすがにまだあれだけど、うわー、中見てみたいけど、ちょっとまだだよね。え、でも育ってきてるんだ。うん、ってことは、まあ、ここ入れた時のこんぐらいまでが緑だったとしても、うん、この今下にあるここの部分は白色で生えてきてるってことなのか。そうだね、まあ、だからここに、うん、まあ、このこういう横になるぐらいまでここに入れば、うん、そこの分は多分白くなるはずだね。楽しみですね。すごい生命力だ。本当ね。よし、ではね、植えていきましょうか。移植開始ってな感じで、まあ、いろいろちょっと場所をどこにしようか悩んだんですが、とりあえずこのおばあちゃんの待機場の隣、ここに、まあ、植えようかなと思います。ので、まあ、向こうの待機場に埋まってたぐらいにはね、しっかり埋めてあげたいので、まず土を掘っていきます。まあ、これから今移植しても5月までが結局旬というか取り頃なんで、まあ、ここでの収穫は
来年になっちゃうのかな、どうしても。入れよ、うどー。日に当たってないとすぐにこう元気なくなっちゃうんだな。日光が大事なんですね、うどんは。ほんとこんな、わかりますかね、してみたら全然こんな枯れてると思うんですけどね。こんな状態でもちゃんとこうやって新しく入ってくるもんなんですね。びっくり、すごいな。まあ、でも木とかもそうだもんな、伐採しても伐採した後の切り株からこうやって新しく生えてくるもんな。それと要は同じっていうことなんだな、多分。こちらネギみたいな大きい子もね、植えてあげよう。ほら、日の光を浴びて、もうちょっとで日が沈んじゃうけど、今日一日は耐えてくれよ。明日も晴れるから、明日失敗日光を浴びて無事ここで育ってください。うどこちゃん、うど太郎、うどじろう、どさぶろう、どしろ。ああ、もうだいぶ日光隠れちゃった。まあ、あんな枯れ枯れ状態でもこんな生き延びて元気になった君たちなら大丈夫でしょう。明日になれば日が通るから、それまでの我慢よ。よし、移植完了。これでおばあちゃんの畑でもウドが収穫できるようになるといいな。ここは今後に期待ですね。はい、では、無事ねこうウドの移植が完了したということで、まあ、まだこれがうまくね育ってくれるかはちょっとわからないんですが、無事ね成長してくれることを、祈って、これからもちょっとちょこちょこ観察を続けていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。